こんばんは。前みたいに別々の作業所で一緒のお家とか一緒のお家で作業所ももしかしたら一緒にとか考えはするんだけども、現実どれが一番いいのか分かんないとこもあったり、なんかうーん、親との距離感なのか、それとも東京でだったらもしかしたら二人で暮らせるのかなとか、なんかわーなりがすごいからきつかったのかなとか思うとこもちょっとあったりするんで、ただ奄美のその霊的なパワーとかすごい助けられる時もあったり、苦しい時もどっちもあったから、なんか時期が来たら奄美かもしれないけれども、なんか明日帰ってみて2泊3日過ごしてみてなんか決めるのかなとか思ったり、本当はそのまま家に置いてほしいなって思う気持ちもあるけれども、そしたらグループホームにやっとカット入ったのに、なんかお姉ちゃんたちにももう同意書を書いてもらえないかなとか、なんかグループホームだったらで入るわけじゃないからさ、まあ市が払ってるんだけども、今藤田氏が払ってくれてるんだけれども、でもなんかゆかりはまあお金のこと今まで気にしてなかったけど、最近やっと障害年金が下りて もしかしたらそれで二人でいたらやっていけるんじゃないかなって思うところもあったり、でも奄美だと先生が診断書っていうか更新の時の話だけどね、ちゃんと書いてくれないんじゃないかなとかいう不安も一応あるわけ。